はじめまして、私はトントン。新葉出身で姉妹都市の札幌で長く住んでいたことがあるの。今は北京で暮らしている。春節が近づき、帰省の季節が始まった。この街も一段と寂しく感じられる。家の内装工事も急がなくちゃ。中国では新居に移る前に内装工事を住人自らが手掛けるのは一般的。そのおかげでフローリングから壁のペンキ、タイルや家具のデザインまで全て自分の好みで選ぶことができる。工事は昨年9月から始まり、今日最後の家具が届いてようやく一段落した。こんな嬉しい日にはガツンとお肉が食べたいな。スーパーで美味しそうなバラ肉を見つけたので、今日は本シャオローにしよう。本シャオローは中国で代表的な家庭料理。地方によって作り方は違うけど、我が家秘伝のレシピにはビールと蜂蜜が欠かせないの。ここで一旦蜜を切る。そして油なしで炒める。両面焦げ目が出たら調味料を入れて、そうそう、これがトントン流の魔法の隠し味。主食は何にしよう。そうだ、残ったご飯を使ってシンプルなチャーハンを作ろう。肉もいい感じ。最後は蜂蜜を忘れないでね。はい、これで出来上がり。いただきます。内装工事はまだ続くけど、4ヶ月間頑張ってきた自分へのご褒美よ。日本で言えば豚の角煮かな。色鮮やかで甘みを帯びた濃厚な味が特徴。チャーハンとの相性もパッチリ。あー、お箸が止まらない。おいしいものを食べるときって本当に幸せ。